鈴木？おお。え、あ、佐藤。おお。こちらの方々です。どうぞ。はい、スパイクションソフトの渡辺です。よろしくお願いします。そしてもう一方、あ、伊藤愛です。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。伊藤さんはなんかどこどこのとか言わないんですね。もう名前だけを淡々と言うとそういう立ち位置なんですね。立ち位置で今日お願いします。わかりました。何かあるんですね。はい、はい、というわけで喧嘩番長乙女ですけれども、先日までアニメが放送されてましたね。そうですね、先月までちょうどやらせてもらってました。というわけでもね、はい、見てる方で知ってる方も多いと思うんですけれども、こちらも喧嘩番長といえばなんかこうメンチビームっていうのがこう結構有名ですけれども、うん、はい、もう結構雰囲気がね、ずいぶん変わったような気がしますが。そうですね、まあ、そもそもまあ、喧嘩番長シリーズはずっと男の子向けに作ってきたものなんですけど、はい、このタイトルに関しては男の子向けではないというところからスタートしているので、ちょっとだいぶ雰囲気が違うかとは思います。あ、はい、全然違うってことなんですね。そうですね、その辺は後でちょっと伊藤さんにちょっと詳しく説明してもらえたらなと思ってますんで。はい、まずゲームの内容について教えてください。はい、喧嘩番長乙女完全無欠の前半になんですけども、昨年出させてもらった喧嘩番長乙女の、ファンディスクという位置づけになります。はい、なので、まずは喧嘩番長乙女とは何ぞやということを分かっていただかないと多分どうしようもないので、うん、その前作の喧嘩番長乙女のちょっと映像を見ていただければと思います。ありました。よっしゃ、じゃあ決まりだな。時間も無駄だ、帰れ。お前はいつまでこんなことを続けるんだ。でもあんた女の子だよね。なんかあったらいつでも言ってこい。君なら大丈夫だよ。お嬢、おはようございます。鼓動が高鳴る刹那、その仕上がれ果てるまで静寂を切り裂いた。はい、というわけで前作の PV を見ていただいたんですけれども、まだコメントでみんながざわついてるので、はい、解説していただいても
もいいですか。まず前提としてはあの BL じゃございません。求めゲームでね、はい、女性向けの、うん、あのゲームとして作らさせてもらって。ジオ絡んでるんかーいみたいな。その話は後で出しますんで、ちょっと待っててくださいね。はい。はい、でですね、まあ、今回こういったあの、タイトル喧嘩番長シリーズ、まあ、ちょっと違う毛色になってますけど、うん、まあ、そもそもこのゲーム、まあ、あのここにいらっしゃるディレクターの伊藤さんが、まあ、考えて持ってきた、まあ、僕のところにちょっとプレゼンに来たゲームなので、うん、まあ、一番あのその内容に、まあ、詳しいというか、あの内容、まあ、なんでこういう企画したのかというのを含めて、うん、喧嘩番長シリーズと違う喧嘩番長乙女って何ですかと、うん、ちょっと聞いてみたいなと思います。てかなんで喧嘩番長乙女向けにしたのかがね。そう、それが一番ね、謎ですよね。わからんじゃないですか、うん、全然あの多分今までのファンの方も なんでやねんとかって、うん、何してくれとんねんって言ってる人もいるかもしれないしね。申し訳ないです。申し訳なくはないと思いますけど。まずそこはあの伊藤さんにちょっと教えてください。いただければと思います、うん、そうですね、まあ、あの私からすればこれは乙女ゲームにすべきだって思っていたので、うん、あのスパイクチューンソフトさんもあの桜井社長にお会いするたびに、はいはい、あのうん、ちょっと喧嘩番長乙女でやらせてほしいっていうのをずっと桜井社長とお会いする機会がそんなにあるんですね。伊藤さんはもうやっぱり社交界のパーティーみたいなのがあってそういうことですよね。やっぱ社交界の人強いね、本当に。社長にも直談判。あ、そうです。でも最初全然本気だと思われてなくて、でも2年ぐらい言い続けてたら、2年も冗談だと思われてたので、じゃあ1回企画書持っておいでって、でそれであの渡辺さん含めてプレゼンをさせていただいたっていう、僕が企画書を見てゼックスするっていうね、うん、こうやってどうするんだこれっていう、なんじゃこりゃからですよね、うん、多分あのこのタイトル発表させてもらった時にユーザーの皆さんの反応が多分そうだったと思うんですけど、はいはい、僕もそうでした。本当になんじゃこりゃから始まりましたし、喧嘩番長に乙女ってそもそもなんか実座が合わなすぎて、うん、なんかどう僕の中で消化していいのか分かんなくて、うん、企画をなんか受け取ってから、うん、まあ、これをじゃあゲーム化しようっていうまでに半年くらいかかりましたね、うん、あ、じゃあもう2年説得にかかって、はい、動くまでにスタートまでにもまた半年かかって、はい、伊藤さんすごいしつこいタイプだね。そうなんですよ、ね、そうなんです。すごいですね。いや、もう絶対これはやりたかったやりたかった。じゃあそのなんじゃこりゃというものがちゃんとゲームになってますというわけで、前作をちょっとプレイしていただいてもよいでしょうか。はい、お願いします。はい、はい、そうですね、まあ、前作、うん、これあのもう冒頭のところちょっとあの、まあ、進めていきたいと思いますけども、はい、じゃあこの辺はちょっと進めつつの、まあ、伊藤さんからこの辺の冒頭の説明をしてもらえればなというふうに思います。なんか主人公の女の子のもの、心の声ってことですね。はい、そうです、うん、進めていきます。なんか冒頭のシーンですか。あ、そうですね、この時はまだあの主人公は女子校に入る入学式の日でっていう、はあ、あれなんか話が変。あ、そうなんです。なんでセーラー服を着ているというあれ違う、うん、どいてどいて、おお、なんだ男子学生がなんか女子校に入るはずだったのに道を開けなきゃ。邪魔邪魔どいて。おっとっと、おっとっと、いった君、うん、大丈夫か。かなり盛大に転んでたけど、うん、どこを打ったんだ。あ、足を。すごいベッタベタの動画ですけど伊藤さん、あのこれ本当に言われました。言われましたよね、やっぱりね。あの複雑骨折、複雑骨折まで言っちゃったの。私は医者だから取り下がりの医者がベッタベタな展開ですけど伊藤さん。そうなんですよ。どうしよう、そんなね、各学校入学式の日ってことですよね、うん、そうだ。まあ、まあまあ、でもなんか病院に行くのかな。待ってください、ほら今から高校の入学式で病院なんて行ってる場合では。茶番がここから始まる。どうすんの。いや、茶番って言っちゃダメでしょ。自分ですぐに行かないと取り返しのつかないことになる。さあ車に乗って。どうすんの。すごい、そう、君も。あ、お医者さんはいます。はい、通行人の人がお医者さんです。ちょっと待って、僕本当に入学式に行かなきゃダメなんです。僕男子学生、それ必死だよ。四宿学園だから。四宿学園な、何四宿だと。やべえの、四宿は。やべえっす。やべえの、やべえの。
君は四宿のことを知らないからそんなことを。なんか気づきましたね。君は君の名はっていうわけじゃない。似てる。めっちゃそっくり。かわいい。どういうことだ。どういうことだよ。君たちは知り合いか何かなのか。性別も違うのに。偶然ここで出会っただけで。めっちゃ気になるところで終わってしまいました。性別違いのウリ2つの男女がぶつかったってことですね。この後どうなるのか気になるじゃないですか。話的にも気になりますね。伊藤さん酔っ払ってるんですか。どこまで話していいのかなって。はい。そしてもう一つ。そうですね、今のまあ冒頭のシーンなんですけれども、はい、まあ、喧嘩番長という名前を名乗るにあたり、まあ、伊藤さんの方でも、まあ、ゲームのシステムの中に、はい、まあ、先ほどのちょっと出るんですけど、メンチビーム、メンチビームね、メンチ切る、単価切る、喧嘩するっていうのをやっぱゲームに入れたいということがあったので、はいはい、うん、まあ、女性向けのゲームでありながら一応そういったゲームのシステムを入れさせてもらったので、ちょっとそこを見ていただきたいかなと思ったりしております。はい、お願いします。はい、切りたいですよ。切りたい、切りたい、切りたい、カオちゃん、カオちゃん、カオちゃん、降りてくるな。カオちゃん、メンチ切りたい。マジ、まあ、そもそも選択肢として会話をする、メンチを切るっていうのがありまして、メンチ切りましょう。じゃあメンチ切りますか。はい、はい、始まった。クッとっとメンチを切りましたと。ほら、で、どんな表情でメンチ切りますかと、ね、これはランダムでいろんなパターンの表情が出てくるんですけど、はいはい、どれにしましょうかね。覚醒じゃないですか、やっぱりもう一番怖いもんね、これ。こういう映画あったし昔、まあ、子供が全員この目になっちゃって怖いんだ。じゃあ行きましょうか。そしたら単価を切ります。はい、はい、言ってて何をせばいい。なんだお前は。はい、もう少しで終了です。トンチンカンなこと言うと相手に返されるんで、バトルがマイナスな状況からスタートします、はい、正解何だったんだ。お母さん今の何。お前はもう死んでるんですか。一番最初に出ていた正解が出てきた。あ、そうなんだ。これあれで実は喧嘩番長3 のまんまで。あ、はいはいはい、マジかよ。これを入れてことで、あ、なんですけど、まあ、これ一応女子向けとか女性向けに作ってる部分もあるので、ちょっと、まあ、わざとちょっと負けてみます。またしてやるよ。今ちょっとわざと負けましたけど、一応まあここに立ち上がる、立ち上がるもう一回やります。で、諦めたらこれバトルやめます。で、まあ最後にこれ立ったことにすると一応義務もありますので。なんだそれ。なんですかこれ。なんだそれ。これ重要なんです。終わらないと先進めないと言われると困る。芸人さんがよくやるやつじゃないですか。負けてからこうジャケットポンつってまた今度な。面白い。勝ったことすると、まあ大勝ったことになりますよというような。意味がわかんねえ。でも最初すごい驚かれてました。いや、乙女ゲーム業界じゃ普通ですよって言ったんですけど、はい、うん、僕らも普通のゲームしか作ってなかったんで、今日はこれぐらいにしといたろうって言ってね。いや、でもすごい優しい仕様ですね。そうですね、ストーリーは進行ができるようにもしておりますということで、だから自分に厳しくしたい人はずっと頑張ればいいし、はい、もうストーリー進めたかったら勝ったことにしてしまえばいいということですよね。大事大事、すごい乙女心の気持ちを途絶えさせないためには大事ですね、はい、頑張っていただけたら、頑張っていただけただけバトルの中でちょっと面白いことが起こりますので、あ、それから単価なんかもだいぶちょっと変なものとかマイクとかするので、それによってリアクションが変わるので相手の、例えば最初に撮った表情から出てくるリアクションとかも変わってくるので、それはいろいろと楽しんでもらえるようになっています。いっぱい戦ってみたいですね。というわけでこれが前作でした。それが今回どのようになったのか教えていただけますか。はい、そういうわけでじゃあこれを踏まえた上で、喧嘩番長とみ完全無限のマイハニーの、オープニングをご覧ください。はい、I don't dream at night, I don't dream on the day, I dream all day, I don't dream for love, いつもと君がそばにいた。 If you love what you are doing, you will be successful. If you can dream it, you can try to be in a dream.
た夢はたった一つ、とめどなく感じる愛情、伝えるのは簡単じゃないね。一つ一つ重ねたあの頃の数え切れない奇跡のサプライズ。Get ready, it's hard already starting new tomorrow. 君は君のままでいてほしい。ありきたりの言葉じゃ奪わない、誰にも負けない恋を始めよう。星が舞う夕暮れもこの手を離さないで、いつまでもどこまでも君を守るよ。照れくさい言葉ほど何度でも叫びたくて、二つの言葉絡み合って愛になる。めっちゃくそい名曲、名曲名曲中の名曲やん。めっちゃ噛んでたね。前作の V も見ていただいて、今作も自分褒めるとこどうしても噛んじゃった今作もシクラ中丸さんが作詞作曲をなさってるんですよね。そうなんです。これやっぱりシクラさんがいいなっていうご指名のもとなんですか。そうですね、こちらにいる伊藤さんから、伊藤さんからもう社交界の伊藤さんからもう一応書いちゃってぐらい。え、そういう感じですか。違う今ちょっと書けるみたいな。え、そういう、まあ、でもそうなんです。でもリアルな話すると、はい、スパチュンさんとグループ会社なんですよね。そうですね、それもありますね。ここの社長様がやっぱり、はい、シクラさん。まあ、スパチュンの桜井さんって社長が俺のことも大好きすぎちゃって。そうなんですか。まあ、もうそこも BL 状態なんですよ。方言 BL じゃねえからちゃうかな。スパチュンと明治も BL 状態だから社長同士がどっちが、そうなんです。今回はどういう風なイメージで。そもそもでも志倉さん、1作目の曲と全然曲調も違うじゃないですか。はいはいはい。そういうのオーダーが伊藤さんからどんな感じであって、ね、はい、志倉さんがどう受けたのかというのを僕は逆に聞きたいんですけど、1作目はもうとにかく熱く言ってくれと言われてたんですよね。で、2作目はなんか今度明るくポップに言ってくれって言われて、え、あの作品で明るくポップに言っていいのと思ったんですけど、もう本当に指示通りに女子のもう言う通りに僕は。でもあれでしたよね、かなり消化ができてなかったですよね最初の。え、どういうことみたいな。いや、だって全然読めなかったんで、どういう曲、何を求められてるのかが。あとなんか普通なんかそうファンディスクになるときに、まあ、ちょっと明るい感じになるっていうのは、まあ、全然あることなんですけど、喧嘩番長の場合って他の乙女ゲームと違って、最初男友達と思っていた、要は友情を築いてから恋愛になっているので、なのでそこのやっぱ2人の関係性っていうのをうまく詞にしてくださいっていうのが。そこが難しいとこなんですけど、もうさっきネタバレの途中で止めたじゃないですか、はい、めちゃめちゃそっくりな男女ね、はい、あれがどうなったかなんてもうみんな想像できるわけじゃないですか。まあ何パターンかは想像できますよね。できますよね、はい、それを歌詞にする難しさですよ。なるほど、すみません。ぜひ、ね、最初男子なのに後からお前女だったのみたいな、あ、言っちゃった、言っちゃいましたけれども、まあ、曲のことも聞きましたけれども、はい、内容についても教えていただいてもいいですか。はい、はい、いや、このサビの後が最高なんだ、この私が舞う夕暮れ。めっちゃいい。このサビの後にあるね、喧嘩番長との完全無欠のマイハニーは、まあ、一応のここにキャッチコピーとしてもう一度拳で愛を語り合おうって書いてあるんですけど、はい、まあ、1作目の方が拳で愛を語るってことを、まあ、キャッチコピーさせてもらっていたので、はい、まあ、今回2作目というか、まあ、サービスなので、まあ、もう一度という形でつけさせてもらっております。拳で愛語れんのかって話じゃない。語ってますよ結構てか伊藤さんが語りたくて作ったゲームなんで、これ。なるほどね、はい、語れるんだね、はい、うん、じゃあ次行ってください。すみません、 DV なんだ。出演の、そうですね、ちょっと同級生の子たち、はい、キャラクターのこと説明を、まあ、伊藤さんの方から軽くしていただければなというふうに思います。はい、もう一番最初に友達になるあれですね、同級生の、うん、もうとにかくいい子です。はい、これ絶対僕のこと考えながらキャラクター名考えたでしょ。違います。打ち上げの時も言われました。いやいや、丸業界はほぼだって僕が最初じゃないですか。そうですね、船だと思いますよね。いや、
同級生の隣、あの違いますね、あの隣のクラスの、あの小さいけど一番強いっていう。1年最強。そうです。うん、はい。で、評価も。次はですね、なんかちょっと過去に因縁がある、うん、一個上の先輩です。これ絶対岡部凛太郎意識して。なんで？全部僕意識してません。はいはい、そうだね。おい山本、山本出てる。はい、はい、はい、これはですね、ちょっと異色なんですけど、実はアイドルをやってるっていう一個上の。かんちゃんがなんかって喜んだ声してたよ。アイドルヤンキー。アイドルヤンキー。僕ら世代にしてもちょっと島大輔さんみたいな感じになっちゃうんですけど、ね、なりますね。今現代はこんな感じです。でもあんた女の子だよねってやっぱバレてるのかな、うん、はい。でこれはお兄さんっていう名目なんですけど、うん、本当はどうなのかっていうちょっと謎の攻略、うん、番長です。全体を締めて、まあ、名字が鬼ヶ島の時点で絶対強いよ、うん、そうですね。なんかあったら全部遠い、そう個性の強い皆さんなんですね、うんうん。ラブストーリー、いやめっちゃラブラブやん。喧嘩どこ行った？はい、これファンディスクの中身の方ですね、はいはい、でこちらの方は伊藤さんの方から、本編で、まあ、ちょっと恋人同士になるルートがあるんですけども、その後ですね、いやくっついた2人がその後どんな物語を積むのか。すごい前作のネタバレめっちゃ書いてありますね。今びっくりしたんですけど、はい、とっとと行きましょうか。でこれは逆に、恋人同士にならないでまだ女バレをしていない中でまたみんなと楽しく夏を過ごすという話になってます。あ、2つあるんですね。あ、じゃあまだ男として。そうです。なるほどね。うん、男の子として。はい、というわけでなんかすごいいろいろな方たちもいますし、なんか濃い内容が楽しめそうなんですけども、こちらもゲームプレイしてもよろしいでしょうか。はい、じゃあちょっと冒頭からちょっとゲームを見ていただければというふうに思います。はい、はい。まあ、先ほどの伊藤さんの方が好きなところで、アフターラブストーリーということで、まあ、前作 の、 恋愛のエンディング、恋愛の方のエンディングの方で、まあ、終わった先、その先どうなったのかがあるんですけど、まあ、描いているストーリー。でもう一つがアルティメットファイティング夏合宿ということで、まあ、全部キャラクターのことが総出演でわちゃわちゃいろんなことをしてしまうというストーリーがもっと入っています。はい、こちらですと、まあ、誰かのエンディングの後、まあ、続けていくことになるんですけれども、そりゃさ、やっぱ女子的にはさ、アフターラブストーリーのその先が見たいわけですよ。もうね、見てる人たちは男性多いかもしれませんが、ここはもういいよね、私たちの意見で。いただいてもいいですか。はい、じゃあ上の方お願いします。行きたいと思います。はい、はい、この先どうなっちゃうの。こちらの方は先ほども言った通りですね、まあ、各人 の、 ストーリーが、まあ、バラバラに、まあ、エンディングを迎えているので、じゃあ誰の選びますかっていう話なんですが、どうしようどうしよう。一応ですね、まあ、誰か決めていただきたいんですけれども、多分、うん、1年生がいいよね。同級生で決める。あ、じゃあこの2人だったら、みんないろいろ言ってるけど、コンパルさんいいですか。じゃあコンパルさんでいきましょうかね。はい、落ち着けて、落ち着いてられるか。いや久々なんですよ、乙女ゲーやれるの楽しい。それは男女としてってことでしょ、ここは。あ、で、本編の方でそれぞれのエンディングの形が全然違うんですよ。で、今選んだコンパル君は、そうなんですよ。で、周りにはその主人公の女の子は、女だっていうのがバレてないまま、コンパルもお疲れ。なんで彼氏のコンパル君だけが知ってるから、じゃあ今男子として、そうですそうです、このボブヤンキーたちはあるわね、もう男だと思って。なるほどね、はい、もうちょっと面識来てぶっ飛ばしましょう。そうですね、あ、仲いいね。もう1年、あ、この学年閉めてるので閉めちゃったから。あ、なるほどね。そうですよ。あ、なんで本編の方でもう去年つるんでいた連中がほぼ閉めてる、そのまま同じクラスになったようなものだからな。うん、これ彼氏です。彼氏なんか男子校の中で
自分は女の子で彼氏ってもうなんかすごい状態ですよね。いやだって俺逆を考えたらめちゃめちゃ燃えるもん。それもいいんだな。女子高生。その逆を考えたらもう女の子で彼氏、あ、彼女、千代子が。ヘビオ君、コンパル君だとは誰が彼氏なのか分からない。あ、気持ち入ってる。はい、いきなり嫉妬してます。おいおいおい。そうなんだろうが、いまいち納得がいかないというか。いやこの名前の呼び方わかる。それはそれで困るというか。うわ、分かれてるよ、分かれてるよ。だって周りにバレたくないわ。知ってたんだ。そうです。あ、ちなみに声は青井翔太さんです。一度も呼ばれたことがないし、オープニングの曲も歌って知らないものかと。いやー、彼氏だし。この会話を聞かれたらやばいですもんね。そうです。男子の中ですからね。まあ、そうです。確かに。こっそり話してます。すごい。さあ、待たせたな。空気を読まずに来るところ。掃除終わりと。これトトマル知らない。あ、そうです。トトマル知らない。トトマル、あ、そうか。トトマルエンドの時は知ってるけど。はい、そうです。こういうわけで。なるほどね。ああ、そうか。いや、なんか。まずは空気を。いや、笑いすぎですけど。笑いすぎですよ。面白すぎる。いや、伊藤さん、さすがですよ。本当、なんかこう、久々にこの特別感を味わえる乙女ゲーを見ましたね。そうだね、うん。設定はかなり特殊だもんね。すごい特殊ですね。本当すごい温かい時間ありがとうございます。温かい心が温まりました。それではここから最新情報をお願いします。はい、はい、というわけで、喧嘩番長乙女、完全無欠のマイハニーは、本日発売になりました。おーい。ダウンロード版の購入特典として、あのピースビータ用のですね、オリジナルテーマがついておりますので、こちらも、まあ、チェックしていただければと思います。はい、そして、まあ、先ほどもちょっと言いましたけど、こちらのファン、今日出たのがファンディスクなので、はい、あのやっぱり本編の方とかもしあのご存じない方がいたら、やりたい、あの本編の方からやっていただかないとお話ちょっとわからないかと思いますので、こちらも一緒に楽しんでいただければというふうに思います。はい、どうもよろしくお願いします。はい、それでは最後に番組を見ている皆さんにメッセージをお願いします。伊藤さんからお願いします。はい、本日ファンディスクの方発売になりましたけれども、ぜひ本編の方も遊んでみてください。よろしくお願いいたします。はい、ですね、あのゲーム、まあ、先月にちょっとアニメの方もやらせてもらって、アニメでこのタイトルを知っていただいた方も多いかと思いますので、うん、その方は、まあ、順番的にはできればあの本編やっていただいて、その後にファンディスクの方やっていただければというふうに思いますので、よろしくお願いいたします。はい、ありがとうございます。というわけでメーカーさんいらっしゃい。今回は喧嘩番長乙女、完全無欠のマイハニーを紹介しました。ありがとうございました。ありがとうございました。目指せない冒険。